では次、はずささんにアイドルのお衣装についてお伺いできればと思うんですけども、はいはい、まずなんか若干珍しいってことですね、これお作りになるテイストで。まず赤っていうのが珍しいのと、うんうん、この辺がフリフリしているのがすごく珍しい、うんうん、このデザインがいただいた時にフリフリの衣装が作れる本当で、ちょっと喜んだ感じです、うんうん、結構かずささんに来るご依頼としては、はい、その最初にお伺いしたように、まあ、レザーとかそうですねベロアとかロックっぽいのが多いんですよ、うんうん、昔私ビジュアル系バンドがすごく好き で、うんうん、でビジュアル系バンド その自分が推してたメンバーさんの衣装を作って、へそれを着てライブに行ったりとかチェキ会に行ったりとかしてたんですよ、はいはい、あじゃあお揃いの服着てそうですそうです、一緒にチェキ取ったやつとかあるんですけど、うんうん、なので基本的には結構最初に言ったようにレザーとかベロアとかベルベットとか、うんうん、たまにチャイナ生地からエナメルとか、うん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 、結構特殊素材を使った衣装がやっぱり多いので、うん、こそハトメとか、うんうん、スタッツとかがいっぱい売ってあるような衣装を作るのがすごく得意だし、そういう衣装ばっかり作ってきたんですフリルももちろんつけるんですけど、ここまでフリフリしたのっていうのは意外と今までのオーダーでは少なく、この赤って言ってもね、今日赤黒で3体揃えたよってことですけど、うんはい、一番なんならこうシックな赤っていうかね、うん、キュートキュートしてる感じの赤じゃないですもんね、すごいいい深い感じのお色。オーダーでちょっと濃いめの赤がいいっていうそのオーダーをいただいた、本来であれば2日ぐらい前に納品する予定のお衣装をそのフェアリーテイルズさんっていうグループなんです、名古屋のアイドルグループさんなんですけれども、からちょっと相談をして、ちょっとこの日に撮るので使わせていただけませんかって言ったら心よくいいですよって言っていただいたので、本当に超タイミングがこのオフショルでここにレースをこうがついてるところですね、うん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 、中はもう結構可愛く作ったんですけど、本当だメイド服みたい、可愛いで作って可愛いって思ったんですけど、これつけたら全然見えない全然見えないけど、まあめくれた時に、ね、ちょっとジャンプとかしたらチラチラ見えるんじゃないかな、うん、かわいい最初に着せていただいた時におってなったのが、猫耳カチューシャにウェディングベールみたいなのがついてるんですよ、何それと思ってめっちゃかわいい、でもオーダーでうんうん、ベールの猫耳カチューシャが欲しいっていう風に、うんうん、書いてあったので、これだって女の子がかぶっててなんかピョンピョンして、これがふわふわいってたらめっちゃ可愛いですよね、かわいいかわいい、ましたけどピョンピョンした時にふわふわなりたい感じですよね、なりたいですね、うんうん、こうそのスカートのボリュームとかこだわって、まあ、前衛で必ず作るんですけど、うん、大変、前衛にフリルつけるんで、うん、フリルの長さが6メートルとか10メートルとか、ふわふわ感というのはとても大事なんです、そうですよね、スカート丈とかもこの一番足が綺麗に見える、可愛く見える長さ、うんうん、大体37センチとか40センチとか、もうなんか定番の型紙っていうのはあるんですけど、アイドルの子たちのそうですねお衣装のシルエットっていうか、シルエットというか、はいはい、なのでだ今回もこれトルソーも自分で持ってきたんですけど、ありがとうございますうちが9号しか普通サイズのしか持ってないって言ったら、この台はうちので、ここ上のボディの部分を持ってきてくださんねこのトルソーサイズ5号なんですよ。5号結構やっぱちっちゃい子が多いんですよね、アイドルさんって。でその子たちがやっぱりスタイルよく見えるようにウエスト部分は絞っていたりとか、うん、この長さがちょっと長いと足が短く見えちゃったりするので、このギリギリの可愛いサイズで、今回これワンピースにしたんですよ。ツーピースにした方がここが開くので、うん、動きやすい
手を上げた時にずり上がってこないから、結構あのお腹見せたい子も多いんですよね、アイドルさんって。ありますね、そういう。そうした方があのスタイルがよく見えるので、結構2ピースで作ること多いんですけど、今回はその2ピースじゃなくってコルセットスカートみたいなイメージであのオーダーは来てたんですけど、コルセットスカートにするとトップスが手を上げた時にこっからギュッて出てきちゃうんですよ、うん、でこれあの伸びない素材なので、うん、そうするとまた下ろした時にここがダブついちゃって、うんうん、すげえブサイクになっちゃうんで、うんうんうん、その名をさせていただいてちょっとあのワンピースの形にして、でベルトを、うん、でベルトをつけることでウエストがキュッてなるので、うんうん、細く見せる効果があり、で中のスカートは別で、インナースカートは別で、あ、そうなんだ、作ってゴムなので、うんうん、見えないのでここゴムにして、そのあの名古屋のさっきも言ったんですけど、名古屋のアイドルさんなのでサイズが合わなかった時に頻繁にお直しができないんですよ、うん、伺ってるサイズはその通りに作るんですけど、本当にちょっとだけ余裕を持たせて、でもその余裕の分なんかダボついたように見せないように工夫するっていうことをやってますね、うん、京都のアイドルグループさんの衣装作った時も結構着回せるようにしてほしいっていうオーダーだったので、でもなんか大きく作りすぎると細い子だとダボついちゃうし、うん、細いと大きい子は着れないから、じゃあちょっと2サイズぐらいにして、でもなんか誰でもこう可愛く見えるようなシルエットとかサイズの展開とかは結構考えましたね、うんうんうん、東京の子でもうその子に合わせて作るとかだったら結構あのがっつり、ね、ピタッと測っちゃえば、ね、できるんですけど、ベルトを通しつけてベルトつけたりとか、うんうん、アイドルの方がまあ3人5人とか、まあ、グループ、はい、でいてってなると、そのお色で私赤担当みたいなんかあるじゃないですか、まあのバチッと色違いな感じなんですけど、そういうディティールがちょっとずつ違うよとか、このグループによって全然違いますね。例えば形は一緒でその素材のとこだけ色変えるっていうパターンもありましたし、その人によってちょっとずつデザイン、あの全体の雰囲気は同じなんですけど、うん、あのデザインを変えたりっていうのもありますし、デザイン変えるときは基本的に布の質感は同じものを使うようにしています。メイン素材の、じゃあ例えば黒だったら黒の素材は統一させるとか、そのメンバーカラーで変える素材も、シフォンで統一するなら全員シフォンを使います、うんうんうん、全員オーガジーだったら全員オーガジーにします。急にこの子だけ光沢みたいなとか、それはなんか変だ、うん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 、なのであのメンバーカラーの色が揃ってる布を探すのが結構大変。確かに確かに、これ使いたいのに緑だけないみたいな、うん、いやそうですよね、そうですよ、うん、まだ染めるまでは今のところやったことはないんですけれども、ちょっと大変ですもんね、思い通りになるか問題とかね染めるとさっきも言ったように洗濯して色落ちとか色移りとかが心配なので、うんうんうん、極力染めないでなんとかしたいなって思います、うんうんうん、素材を探すだけで1日潰れたりとかありますね、うんうんうん、もう日暮里の端から端を結構3往復ぐらいして、いやそれすごい大変なやついやさっきもね、皆さんもおっしゃってましたけど、安っぽいとどうしてもステージに出た時にバレちゃう、うん、布が薄いとか、もう社交ダンスもね、うん、ありますね、わかる調整が雑とか、うんうんうん、変なとこに変なシワ寄ってるとか、うんうん、パッと見アーシャ可愛いけど、うん、細かいところやっぱ雑だったりすると、うん、アーシャではごまかせてもステージに立った時に絶対バレちゃうんで、うん、生でチェキとかもチェックで撮ったりするじゃないですか、絶対そういう、なんだろう、なんか着てるアイドルさんをやっぱ引き立ててあげないといけない、うんうんうん、衣装のせいでなんかせっかくのアイドルさんがなんか衣装ダサいとか、そのせいで評判が落ちるのってすごくもったいないと思うので、うんうんうん、引き立たせてあげてなんぼなものだと思うんですよね、うんうん、お衣装って。それでなんかアイドルの子たちもなんかこう気分が上がってっていうかね、そうですね、それでこうパフォーマンスが向上してっていう風になっても、私今日なんか可愛いみたいな風になれたらいいですもんね。絶対あると思います、うんうんうん、私が着たいですもんね、それなんか最高じゃないですか、もっと若くて可愛かったら、ね、いやいやいや、自分がやっぱり着たいなって思える、いや、うん、大事大事、うんうん、作りたいなって思います。
作りながら私こんなん着たくねえなーとかちょっと言われたもんね。いやもう本当に作ってる時超ナルシストですよ。いやマジ天才じゃん私やっべみたいな。でも作ってこうトルソーに着てた時に結構理想の形になるとやっべ天才かもしれない。いや絶対いいですよ。楽しいですもんその方が。ですね。今後っていうか、まあ、夢とかもそういうレベルでもいいんですけど、もう予算いくらでもいい。もう何使っても本当に最高のものを作ってくれって言われたとしてというか、はいはい、作ってみたいアイドル衣装はどんな感じのですか？あの1メートル4000円ぐらいするヘビ柄のヘビ柄レザーがアイドルで、そのヘビ柄も結構色違いでカラーが何色かあって、うんうん、しかもまあ価格は置いといてですけど、はい、ヘビ柄のレザーを使ってくれっていうアイドルが現れるかっていう問題あんまりないんですよねヘビ柄の、うん、なのでこう見てくださってる方でね、うん、ヘビ柄のレザーで、ね、使いたい方予算を多めに取っていただけて、ねね、ロックな感じで仕上げたいって人がいたらぜひ作りたいですね唯一無二ですからね完全に特殊なレーザー、うんうん、あの柄がの箱押しとかになってるようなレーザーってちょっと高いんですよ、やっぱり。そりゃそうだ、うん、ちょっとあとなんかラメとかがプリントされてる、うん、そういうのでゴリゴリのロックな感じは作ってみたいです、うんうん、結局ロックなんですね、作りたいんですよ。網あげとかいっぱいつけて、うんうんうん、ハトメとかいっぱい打って、うんうん、みたいなやつは作ってみたいですね私のアイドル衣装は、はいはい、ここが最強だっていう。まずやっぱシルエットが可愛いですね、うん、このスカートの広がり具合といい、うんうん、このフリルの幅とか、うんうん、すごい。このスタンスアウト3段なんですけど、うんうん、3段のこの長さのバランスとか、うんうんうん、すごいあのいろいろこだわって、これも見えますもんね、多分動いたらね見えますね、ピョンピョンってやった時、うんうん、じゃあこの真ん中だけこの黒のレースにしてあるとか、うん、ねさりげなく、あと素材のチョイスが天才、うんうん、やっぱその安っぽいのを使わないとか、ちょっとこれそう、手首も可愛かった。そうです。こういう感じ。このレースのチョイスとか、うんうん、レザーの入れ方とか、うん、今回はレザーじゃなくてエナメルの方が可愛いんじゃねって思った時にバチコーン あった時とか、うんうん、来たなこれ。そうですね。うんうん、でその例えば無地のそのレザーエナメルって分かりやすいじゃないですか。だいたいこれって感じなんですけど、じゃあ無地の素材にしたい時のこの、うん、赤はまあ大体 1,2 種類しかないですけど、白とかだと結構ブライダルサテンっていっぱいあったりするんですけど、うんうん、じゃあどの厚さで作るかとか、ね、厚さによってフリルの出方も変わってきますし、このここのフリルのギャザーの出方も変わってくる、うんうんうん、ボリューム感なんかだからね。そうなんですよ。なので今回のデザインだったらどの布にするか、ここの素材も、うん、ちょっと薄めのチュールなんですけど、うん、このチュール探しに私この店来てますからね。で一体ぐるっと見て次の店みたいな。洗濯がしやすいっていう大事。シルエットと素材と洗濯がしやすい。素晴らしい。はい、私の衣装の最強なところだと思います。はい。ありがとうございました。